はいさっちゃんだよ今日は毎日メイク動画を撮りたいと思いますいつもやっているメイクですあの全然参考にならないかもしれないんですけど最後まで見ていってくれると嬉しいですもう本当にねあのー、メイク本当にもうねすっぴん超ねブスが超ブスのブスのブスのブスなんですけどブスだなぁと思いながら見ていただければと思います いやあ本当にねすっぴんさらす日がついに来てしまいましたって感じです私の最近の毎日メイクスタートはい最初はミシャのクッションンファンデを塗りますこの間あのメイクポーチの中身紹介っていう動画出したんですけどあの詳しくはそちらに全部載ってるのであのメイクのあの 何を使ってるかっていうのをね全部あの詳しく載せてあるのでそちらを見ていただければと思います一応概要欄にあのリンク載せておきますもしよかったらそちらも見ていただけると嬉しいですはいえーともうシェーディングですね顎を削りたいのでシェーディングをしてあの少しでもね小顔を小顔にしていますブラシでささささささ もう筆汚れてきたのでねそろそろ洗わないといけないですねもう決めた明日洗う絶対に洗う決めた <laughs> はい次はですねこちらのケイトのアイブロウを使ってあの眉毛の何て言うんだろうここ眉毛に塗ってます <laughs> 先っぽだけねちょんちょんちょーんって書いてます塗るっていうか書いてるますはい そのまままねあの、ノーズシャドウも描いていてきますなんかノーズシャドウをすると鼻が高く見えるとか言うんですけど私鼻が高くなるとか低くなるとかよく分かんないけどとりあえずみんなが塗ってるからじゃあ私も塗ろうみたいな感じでノリで塗っちゃってる系女子ですありがとうございます <laughs> ノーズシャドウ塗る意味がまだ分かってない系女子です <laughs> まあ塗りましょう的なねはい次はですねこちらのキャンメイクのカラーチェンジアイブローで あの眉毛をね何だろう眉毛に色を塗ってます髪の毛がね髪の毛がねじゃない髪の毛あの染めてるのでね髪の毛と同じ色のねあれを塗ってますちょ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 ,ちょーってはーいでもあっち聞いてあち眉毛ねあの書くのも下手だしい塗るのも下手だから本当に眉毛はあんまり見ないでもらいたいレベルですねはーい <laughs> 眉毛ほんとうまく描けるようになりたいなって思ってます 眉毛サロンとか行きたいなはい次はシャネルですねこれね塗るとめっちゃねキラキラするの目元キラキラするのであのまぶた全体に塗ってるんですけどね私のこの iPhone のこの動画の映のりが悪いのかよくわかんないんですけど全然キラキラ感がね伝わんないですね つらみ。こちらもね、アディクションもね、ラメあるんですけど、塗ってるんですけど、全然ラメ感なくないこれね、本当に実際見るとめっちゃね、キラキラキラーってなってるんですけどね、動画じゃ伝わらないみたいです。なんかさ、あ、待って。<laughs> 次行っちゃった。こちらですね、ディンメルのアイシャドウ、上から3番目を塗ってね、あの、茶色、塗ってます。安定の指で。 なんか筆で塗るより本当にねなんか指で塗った方が密着感があるっていうかなんかちゃんと塗れてるような気がしてはい次はこちらエチュードハウスですねあの下,ら下に書いてますこうやってちょんちょんちょーんってで涙袋はキャンメイクのねもうなくなるよーってこの真ん中と左をミックスしてこう書いております ちょんちょんなんか目やばくない半目じゃん。きもみ。きもみざわ。<laughs> はい。その次はですね、あのー、涙袋の影を描いていきますね。シュッと。なんかなんだろう。私の撮り方が悪いのか。カメラが悪いのカメラは悪くないなんかね、変だね。なんか全然わかんなくない見えるみんなちゃんと。 今アイライラナーを引いてますね私、眉毛の次にアイライナー描くのが苦手なんですよね。てか、めっちゃやばくないこの眉毛。ほんとにやばくないもう、オワコンですわ、みたいな。そアイライナーはね、真剣にね、描いてます。うーん、でもアイライナーほんと下手すぎワロたって感じ。変じゃないこの描き方ね。なんかもっと上手くなりたいなって。思ってます。今ちょっと真剣にね、 書いてるのそう、これでこのビューラーで眉毛をガガガガガガガって上げてますこれね、本当にめっちゃ上がるのよみんなもぜひ買ってみてください真剣に上げてますそう、これはね、化粧下地じゃないよなま <laughs> 眉毛下地を塗ってます ね、白いやつがつくんだけどねこのね白い液体みたいなのがまたよくてねこれを塗ることによってあのマスカラがねバーって伸びるんです本当にマツエクしてたのみたいな感じの感じめっちゃボリューミーがバーってボリューミーボリューミー本当にねこれ買っていただきたいマスカラする前はマスカラ下地おすすめですはい次チーク これはですね、韓国のチークかな、グデタマちゃんも愛くて一目惚れでね、買いました、クッションチークでポポポポーンって。で、こちらはですね、RL k ですね、ハイライト、指に取ってのせてます。もうどこに載せていいかわかんないから、これもノリで、ちょ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 ーんって、まあこの辺かなっていう感じで載せてます。<laughs> で、ちょっとね化粧下地をねちょっと乾燥させてからこのなんだこれでやってますこれなんだそうマスカラ <laughs> マスカレでポンポンポンポーンって塗ってますなんか化粧下地さ化粧下地なんで化粧下地って言っちゃうんだろうなんだっけマスカラ下地下地マスカラそう乾燥なんかわかるねちょっと乾かしてから塗った方がいいのかなと思ってね そういつも乾かしてから塗ってますねやっぱ眉毛やばくない何度も言うけどやばみの極みはい最後はですねこちらの韓国のリップですねお土産でもらったんですけどねやっぱり韓国のディップはね発色が良きあとね落ちにくいっていうのがねすっごいいいのよねちょっと韓国行きたいなーって思いましたはい終わりです いかがだったでしょうかこれが私の毎日メイクですいやーもうやばいね本当にすっぴんさらすとかやばすぎない本当にブスがもっとブスでしたはいって感じ <laughs> 初めてこういうメイク動画を出したのでなんかねあの撮り方とかまだまだ下手なんですけどって感じですなんかすいませんこんな感じで私の顔面工場終わります <laughs> ことで、もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。